はい、こんにちは、松岡ですね。今日もね、プラレールを買ってきました。もちろんね、廃盤のプラレールでございます。で、今回は車両ではありません。こちらでございます。これ知ってる人と知らない人で多分分かれると思うんですけど、まずとりあえず開封してみましょう。見てください、こちら綺麗じゃないけど汚くはないって感じですかね。こういう感じ。こちらの橋桁は、橋桁って言っていいのかな、これですね。700系新幹線の、ステーションセットのここですね、この橋桁の部分で、こちらはね、高架橋脚っていう名前の橋脚です。高架橋脚、言いにくい、とても言いにくい。これね、結構使える。まず上の部分が何もないんで、どこに線路置いてもいいし、横でも OK っていうね。これ2つ並べれば高架複複線ができるんですよ。まあ直線レールのみですけど、なんで結構使える。でももう売ってないもの、なんでね。いやー、これで今何個になるんだ。はい、今ねこれだけあります。今こちらこれだけか、こんだけね集めることができました。あとセットの中に8個入ってる。なんで結構長いね、高架複複線がねできるようになりました。ということで今回こちらの高架橋脚をね、買ってきたということでね、ぜひね、これレア品なので、皆さんもね、もしフリーマーケットとか中古店だったらぜひね買ってみてください。結構いいですよ。ということで今回はこれで以上です。